こんばんは。ナイトニュースサタデーです。石川県珠洲市の高校と交流を深めてきた宇都宮市の高校が能登半島地震の被災地を応援しようと、今日県庁でチャリティーコンサートを開きました。能登半島地震の被災地を支援しようとチャリティーコンサートを開いたのは、宇都宮市の作新学院高校吹奏楽部です。作新学院と石川県珠洲市は、石川県マーチングバンド協会の山田雅俊理事長から長年指導を受けるなどの縁があり、珠洲市の飯田高校との統合で2010年に閉校した珠洲実業高校の赤いマーチングユニフォームを2019年に譲り受けたといいます。およそ60人の部員らは今日、その赤い衣装を身につけ、合わせて10曲披露しました。今回の地震は部員たちにとって、去年11月に国民文化祭で石川県に訪れ、立ち寄った珠洲市で飯田高校の生徒らと交流を深め、演奏を披露した矢先の出来事でした。今日は去年5月の能登半島の地震の後に作った珠洲復興応援歌に思いを乗せ、歌声を被災地に送りました。被災地も元気になるような演奏だったと思います。とても本当に素晴らしい映像、演奏で、被災地の方が本当に元気になるのを願っています。やっぱりすごく温かい人たちで、もう珠洲の皆さん、みんながそのやっぱり街も温かいし、人も温かいのに、その温かいものがすべて地震ですぐ壊されてしまったのが本当に無念で仕方がなかったです。珠洲の皆様、被災地の皆様に私たちからの精一杯の元気とかエールを届けられる演奏ができたと思います。また会場では、幼稚園から中等部に通う子どもたちも一緒になって、来場者へ募金を呼びかけました。今月10日には合唱部によるチャリティーコンサートも開催されるということです。